にちは、かえでです。そして笹原由美です。そして梅ゴルフくんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は浅見ゴルフクラブに来ております。本日の梅ゴルフくんなんですけれども、はい、今日がデビュー戦ということですごくね緊張されてると思うんですけれども、今日があの梅ゴルフ出るの初めてなので、ゴルフに関してちょっと聞いていきたいと思います。はい、今年齢が今25です。25歳で、はい、ゴルフ歴でいうとどんな感じですか？高校の時にやってて、はい、でちょろっと小学生の時にもやってたんで、まあ、4年ぐらいですね。4年ぐらい、はい、高校でやってからはもう今はもう大学入ってからずっとやってなくて、はい、6年ぐらいもブランク空いてて、ブランクが、はい、あるということで、ベストスコアは89です、ね、なんですけれども、ちょっと時間が空いてるということ で、今ドライバーで大きな悩みがあるということなんですけど、はい、スライスが止まらなくて止まらない、スライスが止まらない。あの、私もちょっと見せていただいたんですけど、はい、あの結構やっぱり男性のスライスってあんなに強く曲がっていくんだっていうふうにちょっとびっくりしたの で、力があるから、はい、曲がり幅も結構大きくなりますよね、はい、なのでちょっと見ていただけたらなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では梅ゴルフ君にいつも通りドライバー打ってもらいます。お願いします。はい、おお結構強めのスライスで、おお見慣れた球ですでも私から見てるとスイングはやっぱあの高校でやられてたっていうことですごく綺麗だなっていうふうには感じるんですけど、うん、はい、どの点にそのスライスの要因が大きくあるんでしょうか？はい、あのカエルちゃんが言ったみたいに、アドレスとか全体的なスイングはすごい綺麗ですごいうまくなれそうなんですけど、はい、まあ、スライス出る点としてはテイクバックの手首の使い方、はい、手首をこういうふうに使っちゃってるんですよね、はい、でこう使ったのを、まあ、そのまんまインパクトの位置まで戻すとこういうフェースの向きで当たってるので、はい、こういう向き、うん、なのでもうこの向きに球が出ていって、はい、スライス目に曲がっていくっていうのが一番の原因だと思うので、はい、そこさえ直せば、はい、なんかスイング全体のスイングもいいので、うんうん、綺麗なドローボールが打てるようになるんじゃないかなと思ってます。手首ですか？手首の使い方です、はい、でフェースを開いて使っちゃってるのでそれを直していきたいですね。はい、もう癖が多分もう染みついちゃってて、うん、そういう意識はないです、うんうんうん、曲がってるって意識はないです。なんかこうまっすぐ上げてるつもりなんですけど。あ、なるほど、はい、いつもの使い方でいうとアドレスしていただいて、はい、ここからちょっとこんな感じの手首の使い方をしちゃってるんですよね、うんうんうん、でこれで体回してったらこういう当たり方になるので、はい、どうしても曲がりやすくなる。ゴルフスイング中に使いたい手首の動きはもうこうクラブを前に持ち上げる方向だけなので、はい、これはこっちなんですね、手首の使い方っていうのが、はい、上、はい、で、まあ、最終的には目指したいのは、ゆっくり体右に回してもらっていいですか？これがあのこれを目指していきたいです。これが目指していきたい手首の使い方ですね、はい、いつもとだいぶ違いますね。だいぶ違います、だいぶ違いますよね、はい、でこれのまんま正面に体を戻してもらって、はい、真ん中戻ったら、はい、したらこれってアドレスの位置だと思うんですよね。あ、元に戻りますよね、はい、でこれを下ろしたらスクエアに戻ってくるので、うん、このスクエアの状態を保ったトップの位置、手首の使い方がこういう使い方になります、はい、まずはあの気になるのがアドレスの段階で手首を、まあ、極端にやると手首を極端にやるとこういう感じでこうアドレスをしてるんですよ。これ極端にやってるんですけど、でその親指のこの部分がこう曲線になってヘッドを下ろしてる状態なので、このまま回るとどうしてもヘッド後ろ回りしちゃうんですよね。
どっちかっていうと、こっちに上げていきたいので、アドレスの段階からしっかりこっちに持ち上げられる準備をしておきたい。で、その手首の使い方でいうと、今こうなので、まずちょっと慣れてもらいたいのは、直立に立って腕をこう45度斜め横にこう伸ばしてもらって、で、そのまんまこの角度でくるくるくるっていけるとこまで、はい、で、ちょっと胸を張っていけるとこぐらいまでいく。そうすると、まあ胸開いて肩甲骨が寄る形になると思うんですけど、この肩甲骨の位置を維持したままグリップを握るようにしてもらいたいです。まずそうするといつもより多分脇がすごいクッて締まる感じしますよね、はい、そうしてあげるとちょっとこのヘッドを持ち上げてあげる形っていうのを取りやすくなるの で、まずはアドレスでこれぐらいちょっときつい感じでアドレスできるようにしてあげるっていうのをやりたいですね。直立して、はい、直立して斜め45度に開いて、で、腕をくる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 って、はい、頑張ってくるくるっていけるところまで行ってで、この位置、肩甲骨で位置したままクラブのところまで、で、こう上から集めるか、あ、そうです、そうです、そうです。あ、すごいですね、すごいうんうん、そうするとちょっとこう持ち上げる感じっていうのが、なんかこの二の腕の部分とかを使ってしっかりこう脇締まってヘッド持ち上げるっていう感じがやりやすくなると思うんです。すごい簡単に持ち上がります。あ、持ち上がります。あ、よかったです。はい、今やってる動きあるじゃないですか、はい。本当にその動きをしっかり練習していく。はい、で、これを今の動きのまんま、ただ右を向いていくだけです。こうしているのを、これをやるまんまゆっくり右を向いて、こういう感じですね。右を向いていく、はい、腕とクラブはこの動きだけで大丈夫です。ただ回転するのでクラブがここに移動するだけで、体を止めて普通にただ手をこっちに移動させると、こうやってヘッドを後ろに入ってきちゃうので、はい、こっちに上げたまま上げ続けるんです。上げ続けながら右を向く。上げ続けながら右を向く。こう。多分今やろうとするのが上げるけどこのまんま回るみたいな感じなんで、はい、ヘッドがまだ上がりきらずに回転すると結局後ろに来ちゃうんで、ずっとヘッドを上げ続ける。はい。うん、まずはそんな感じですね。今までこう手首とか手でこうトップまで作ってたのを、まず腕を上げながら回転するっていう風に作っていくのがまず第一段階で、はい、で、今のができた上でもう一個注意点があるんですけど、はい、アドレスから腕とクラブを上げて回転をするので、大げさにやると多分こんな感じになって、なんかちょっと気持ち悪いなみたいな、振りづらいなってなると思うんですけど、注意点が、手元は体から距離が離れちゃいけないんですよ、テイクバックの時に。なので今は説明する上で腕はこっち、体の回転って言ってるので、どうしても意識するとこうなっちゃうと思うんですけど、この手元の位置と体のこの距離はずっと変えたくないので、どちらかというと、まあ、ヘッドをちょっと持ち上げた状態で腰の位置までただ回る、体の回転だけでここまで行ったら、ここから腕とクラブを上に持ち上げる動きをする。これをスムーズにやるとこういう動きになるんですよね。なので最初は腕とクラブを上げる、回るでこう意識してあげて、この意識を手と体の距離変えないままやってあげるように練習すると、多分ここの位置がしっくりくるようになると思います。そうですね、アドレスの時の体と腕とクラブの位置関係を何にも変えないまま前傾に対して体を回転させたらここに来るんですよね。だから下げようと思うとなんかこうなったり、
また他の動きになっちゃうので、あくまでアドレスの形を変えずに前傾に対して体の回転を入れるだけがここです。でここまで来たら前傾起こしたらこうなったりするので、前傾角度動かさずに腕とクラブだけで上げる、これがトップですね。やってみましょうか、はい、腕とクラブ何もせずに、これだと結構離れてますよね。ああめっちゃ離れてますなのでもっと何もしないんですよ、どんどん。で手は何もしないで体を回すだけです。右にどんどん右に回る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 、どんどんもっと回っていいですよ、この辺までです。なるほど、この距離を変えない。そうですそうですそうです、回って、はい、で腰の位置まで来たら縦に、あはい、このまままっすぐただ上げていくだけ。まずはこのトップを作れるようにしてあげたいですね、はい、すごいきついですね。ね、きついですよねここら辺が。でこのトップが作れたらその形のまままた下ろして回ってっていうのをやっていったら、はい、あの大きいスライスっていうのは絶対になくなるので。そうですね、球打つとしたら本当に今こう説明した動きを一個一個位置を確認しながら体に覚えさせるっていうのしかないと思うんですけど、まず今言ったみたいにアドレスの位置で、アドレスの位置の形を変えないまま前傾に対して体を握り回す。でここからヘッドを真上に上げる、ヘッドと腕を真上に上げる。で下ろす時も多分今までの感じだと手首こっちにしたくなっちゃうので、それをせずに体の向きを変えないまま腕とクラブを真下に下ろす。で真下に下ろしながら回ってインパクトっていうのをドリル的な感じで体を回す、縦に上げる、真下に下ろす、下ろす、回る、体を回す、縦に上げる、真下に下ろす、下ろす、回る、下ろす、回る。そしたら基本捕まった球が出ると思うんですよね。これがこうパッて浮いたりしたらこの動きでも右にスライスしたり出玉が右になったりするので、今の一連のドリルのような感じでしっかり捕まった球を打てるようになったらいいと思います。はい、レッスンありがとうございました。ありがとうございました。海ゴルフ君、学生の頃のゴルフということでもう自分の中で考えずにやってる癖ってあったと思うんですけど、うん、教えてもらってどうでしたか？なんかその自分の中のテイクバックの常識みたいなのがあったんですけど、それが全部なんかもう否定じゃないですけどなんかこう違ったというか、もう本当癖ってすごいなっていう。全然違うって言ってましたもんね。全然違いました。この脇のやつ、はい、すごいなんかこう本当にこの縦のコックがやりやすくて、すごい感動しました。嬉しい。軽く感じました。あ、よかった。縦の脇、アドレスの時のハンドアップ気味っていう癖も、はい、なんか癖がある方って自分がそうなってるって気づかないと思うんですね、うん、はい、でもこの肩甲骨こうやって開いてっていうので、はい、アドレスみんなちゃんとなんか基礎通りにできるようになるかなと思いましたので、はい、それで ぜひ皆さんもやってみてください、はい、まだまだ海ゴルフに聞きたいことありますので、はい、次回もお願いしたいと思います。はい、お願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。楽しみに。須藤プロ、はい、あっち向いてします。じゃあもう一回行きます。あっち向いてします。あっち向いてもう一回行きます。あっち向かないで。あっち向かないね。はい。